さあ唯一の70、綺麗だ、勝利数ランキング綺麗だな、すげえ、見たこれ。どうも皆さんこんにちは、白滝でございます。ということで今回も大聖巨人軍を復活させる物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在9月の6日広島戦、いやーということでね、現在1位なんですけれども、ついにマジック点灯しました。はい、いや動画外ではね一瞬だけマジックがついて、そして消えたことはあったんですけれども、こうやって視聴者の前でねマジックを見せれたのは今回が初めてだなとね。もうこのマジックはね絶対消したくないですね。もうこのマジックが一度も消滅しないまま優勝にいけたらなと思います。はい、まあ、2位の、ね、DeNA とは7ゲーム差なので、よほどの大失速がなければなんとかなるのかなと思ってるんですが、というかさ、ずっと阪神と、ね、競ってた記憶あるんだけど、いつの間にか阪神が4位にいるんですよね。なんか3位どころか4位になっちゃったんだけど、いや結構こう見ると CS 争い熾烈だね。2位から5位まで3ゲーム差すごいな。ちょっと6位はちょっと前の動画で触れたけどさ、防御率がすごいことになってたからね、まあ仕方ないんだけれども、まあこう熱いね、こう考えるとね。広島もちょっと負けられない戦いだよね、こう考えると。3位で2位と 1.5 ゲーム差、4位と 1ゲーム差か、1ゲーム差でね、すごいな。はい、ということでじゃあやっていきましょう。あ、どんな感じになってるかな選手たち。一応ねマジックつくまで飛ばそうかなと思ってたんですけど、まあちょっと時間かかったけどね、つきましたね。さあ、アスカムさん。あれ？アスカムさん、ちょっとなんかあれかな？残留へ。あれかな？残留投法。読売巨人軍残留投法、これ。すごいな。それダルビッシュさん。いいですね。ただ、沢村氏は無理だね。厳しいな、やっぱりね。大野さん、素晴らしい。負けなし。いいね。いいね。すごいね、やっぱ。もうベテランが元気すぎるんだよ。今村さん、いいっすね。いいっすね。普通に菅野さんと今村さん同じぐらいなんだよね。菅野さんも年齢っていうのがなかったら普通に、そして一回巨人を出るってことがなければ多分また一軍で投げてたんだろうけどね。はい。さあ、そして田口さん、素晴らしいですね。いいっすね、堀池さんね。はい。おお。おお。いいっすね。6勝9敗、すごいな。ちょっとね、いろいろと動画外でね、選手入れ替えたりしたから、まあ、ちょっとね、どうなってるか分かんないんですが。そして中川さん、すごいな、最初5点台とかだったよね、シーズン初めね。もう 2.28 まで来たんだ。1点台は厳しいだろうけど、さすがに。すごいな、なんか、シーズン最初のさ、1ヶ月、2ヶ月以外、すごいことになってそうだね、成績ね。はい。あれ、堀池さんとデラロサさんって前回の動画で入れ替えたんだっけ、それとも動画外で入れ替えたんだっけ、ちょっと忘れ、やべ、忘れちゃった、すいません。はい、基本的に入れ替えないようにはしてるんだけど、ちょっと怪我人が出たら、あ、そうだ、怪我人ね、宮國さんと大江さんが怪我してますからね。はい。まあ、そんなわけで、ちょっと忘れてしまったんですが、ちょっと細見さん入れよっか。ちょっとさすがにそろそろ細見さん見たいわ。細見さんで、今村さんのところに入れましょう。はい。やっぱ高卒2年目ですからね、やっぱ若手を使いたいね。ただでさえ先発だ、今、ダルビッシュさん、大野さん、マー君さんっていう、もうベテランが活躍してるので、やっぱり若手がね、頑張ってほしい。重信さん、うん、打率が。さよなら男、打率が。2割8分ぐらい欲しいな。ちょっとこの2人、打率落ちたよね。厳しいな。よく勝ってるわ、ほんと。神。よく勝ってるなって発言のさ、ね、なんでよく勝ってるかなってなったらこの人なんだよね、やっぱりね。そして、この2人すごくね。この2人で勝ってるよね、ほぼね。お城さん、すご。すげえ。やば。この人をずっとベンチにしてた監督がいるらしいな。誰だろう、今シーズン序盤なんか小林さんだけ使って、この人ずっと使ってなかった人がいるらしいよ。やばいね。誰だろうな。さあ、そう、チャンセン。あ、ちょっとなんか、あ、なんか懐かしの成績に帰ろうとしている。頼む、2割5分の壁を悪い意味で突き破らないでくれ。頼む、耐えてくれ。30本のまま2割5分乗っけてくれたらね、めっちゃ成長したなってなる。チャンス F がなくなったしね、今年はね。いいね。いいっすね。もう守備力考えたら完璧じゃないかな。はい。まあ、そして青山さんとかどうなってんだろう。4、すげえ、4割打ってるわ。佐竹さん。まあ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 。勝美さん。あ、慎吾さん、すごいね。僕が操作したとき、多分1本もヒット打ってないんだけど、この。ね。じゃあちょっと入れ替えるか。ちょっと勝美さんでスランプなんですよね。スランプなんで、ちょっとね、松原さん、加藤さんとね、松原さんがめっちゃ能力高くなってんだよね。強くね、これ。ほんと、通りいいなのがもったいないですね。ちょっと松原さんあげるか。ちょっと松原さんも年齢的にそろそろ危ないよな。好きなんだけどね。で、増田大輝さんをちょっと一回下げて、どうすかな。松田大輝さん、ほんとね、いろんなポジション守れるのでかいよね。増田大輝さんから、湯浅さんかな。湯浅さんあげます。さあ、ということでやっていきましょう。今日の先発は
アスカム、ちょっとアスカムさんと思ったけど、ちょっと細見さんにしよう今日は。体力回復してないもんね、全然ね。細見さんにします。はい、久しぶりだね、怪我から復帰ですよ、楽しみだ。さあ、そしてじゃあ今日重信さんじゃなくて松原さんいきます。はい、そして直樹さんじゃなくて、どうすかな、今日はねちょっとキャッチャーここ大城さんにします。キャッチャー大城さんにして、ファースト岡本さんにして、サード、若様にして、でセカンド青山さん。めっちゃ変わるね打順がすげえな。てか若林さんも普通に打ってんだよな、あの控えのレベルが高すぎる、うん、これでいくか、これでいきます。はい、ということでやっていきましょう。さあ、ということで松田ズームズームスタジアムでの試合ですね。さあ、どうなるでしょうか。ズムスタですね。はい、なんかね、ズムサタとズムスタがねたまに混ざるときあるんですよズムサタってわかりますかね、あのジャイアンツのね熱血情報って感じでやってるんですよね。ちょっと前まで宮本投手コーチがねやってたんですが、面白いんですよね。はい、あの河合コーチがよく出てましたいやー懐かしいね。いや今も見てるんだけどね、宮本コーチ時代のがね。さあ、ということで青山さんいきましょう。青山さんもズムサタ出てるんだろうね。あ、そう考え、そう妄想するとちょっと楽しいな。おお、この人本当初球から行くね。いいね、このガッツキ具合いいよ。もう1年目だからね、遠慮する必要はない。さあ若様です。ここでね、あの中堅の意地を見せるんでしょう。ああまあまあまあ、ピッチャーがいいから仕方ない、うんピッチャーがいいからね。さあ、ということでキャップです。すげえな。あー、詰まった。一瞬だけ超えたと思ったけどさ、まあ、詰まったね。さあ、攻撃屋さんが強い。そしてバーゴンもいいね。みんな新外国人当ててるね。ハンセンが外れなレベルか。まあ、ハンセンはちょっと育成込みだもんな。来年ちょっと誰か外国人選手とかピッチャーがね。あ、てか中継ぎだ。ちょっとデラロサがちょっと燃えたからな、厳しいよな。でベーコンはもう完全にもう燃えたどころの話じゃなくて、もうこんがり焼けてしまったベーコンだけにねさあ、そして細見さん、まあ、クソつまんねえこと言ったなまあ見逃してください、視聴者の皆さん。はい、さあ頼むぞ。はい、ナイスボール。いいね、これ多分 OPS ランキング2位とか3位にいそうだよな。さあ、唯一の70、綺麗だ、勝利数ランキング綺麗だな、すげえ、見たこれ、勝利数ランキングが綺麗すぎワロチって感じでしたねあと1本に100本か、100本じゃない、100本はすごい、40本か。ホームラン100本って人間じゃないよね。あー、やっぱ外角に構えられると厳しいね。いや本当ね、あのハンセン君が打ったりしてるのからね。あ、来た、ハンセン頼む、2割5分は下回らないでくれ。あ、走れハンセン、ハンセン、あー、ダメか。さあ、ここは頑張りたいね。前回菅野さんがここで好投したからね、動画内で。細見さんは受け継いでほしい、その菅野さんの意思を。基本リーダー12って多い、多いのかな。ちょっとよくはあの野球の数字わかんないんだけどさ、シーズン途中でなんか1ヶ月近く離脱してて、9月の上旬時点で基本リーダー12って多いですかね。ナイス松原さん、いいね。センター松原さんってあんま見ないよね。なんか神宮かなんかで一回ちょっとなんか弾いた記憶あるけど。やっぱ流し打ちの方がいいね。やっぱこの人めっちゃ外角か構えるね。走れ走れ、松原ならある、松原ならある、あるぞ。あー、くそ惜しい。松原さん惜しかった。さあ見ていけ、まあ一巡目は仕方ないね。惜しい。まあ、1巡目はこんなもんっしょ。さあ、マー君さんが勝利数ランキング1位ですが、ねえ、さあ防御率すごいな。今年なんかあんまね、なんかさ、あれだね、打者のおかげで勝ってるね、今年は。去年は沢村賞級のピッチャー2人いたから、あれだった、多分沢村賞ランキングだったら2位と3位にいたんだろうなっていう2人がいたからさ、よかったけど、今年は打線だね。あ、これ、いや、でも若様なら、まあ、送球それなくてもセーフだったんだろうけど。現実だとめっちゃ罵倒されてそうだな、若林さん。はい、OK。いや、これがね、細身ですよ。皆さん、覚えておいてください。あ、ホームランランキング、ハンセン抜かされてる。頑張れ、ハンセン。打点ランキング、まあ、坂本さん、あー、せいやさんとギリギリ勝負だね。ビシエロさんもすごいけど。さあ、行こう。さあ、行け、青山さん。うわー、高卒1年目に使うとは。おい、乱闘やるぞ。いいのか、俺、この人大好きなんだよ。走ってみる、チャレンジ、ナイスラン、オッケー。いいね、ちょっと今年体型的に太ってんだけど素晴らしいと思う、うん。さあ若様、
様頼む。あ、じっくり見ろしちゃった。さあ、じゃあ若林さんと鈴木さんの熱い対決をご覧ください。じっくり見るのもだからバント警戒されてるし、若様、俺はあんまバント警戒、バントしない、小林さんぐらいの時しかしない。あとピッチャーか。頑張れ若様、若様、巨人ファンが若様という呼び理由をね、ぜひともみんなに。おお、入ってないんだ、それ可変か。おお、すごいな。お、若様、信じてた俺は。やわりと勝ちで OK、 ナイス、いいね。毎回あそこにある顔が気になるんだよな、あの、なんで、あのあの顔気になるよね、フェンスの。皆さんすごいね、フルカウントからこれよ。ただ対人戦とかだと、あ、でも今年の仕様だとジャンプしてもあんま取れないんだよね。さあ一発勝負使うか。坂本さんで一発勝負すると結構打つイメージあるから、ここで仕掛けよう。あー、そうなりますか、そうなりますか。さあビッグベイビー、ほうほうほう。基本塁打1ってやばくない？今思ったけど、そう、細見が12本打たれて彼1本なんだよね、鈴木君すごいな。じゃあどんなピッチャーか見ていいですか。ちょっと気になるね。おお、 3.266 勝2敗、すごいな、5年目。おお、すごいね。もういいピッチャーだな。これ覚醒したのかな。あ、海外留学か。うわ、全然能力違うじゃん。マジか。やっぱスタミナ低いんだな、だからすぐに減ったのか。うわ、全然違う能力。いいね。いや、広島さんにもこういうピッチャーがいるんすもんね。将来は明るいね、プロ野球界の。 OK、 アウト。さあ細見さん、いや巨人にもこういう細見みたいなピッチャー、でもなんか細見さ、能力的にあんまスピード速いわけでもないしさ、2年目でこれぐらい投げてるって、なんかな、宮國さんを思い出すよな、なんかな。宮國さんもいいピッチャーなんだけれども、なんか最初の期待値はさ、本当すごかったじゃないですか、2年目とか3年目で開幕投手やって、それこそ今の戸郷さん並みだったと思うからね。さあ頼む、今日ダメな日かな、ハンセン。遅い。うん、ダメだな。前回の動画さ、ひたすら流し打ち指示したら打ったんだけど、確か山下さん流し打ち押すか次はとか言ってるけど、多分忘れる俺。さあ今のところ超投手戦ですね。だからパープロの監督試合って投手戦って感じしないよね。なんか貧打戦感すごいよね、わかるかな。なんか投手戦って感じしないんだよな。もうただ単純に選手たちがなんか非力で打てないみたいな感じになるんで、うわ、めっちゃ能力高い、能力が成績高いね。しかし松原がいる、 OK。 外野候補いっぱいね、加藤さんも。でも加藤さんちょっと守備いいだからな、外野いっぱいいるんだよな。ちょっとトレードしてあげて、あ、監督試合っていうかさ、あのパープロコントロコンピューター対決あるあるのなんかさ、なんか意味不明な方向にめっちゃ飛ぶやつね。栄冠ないんでもあるよね、この打ち方。スローカーブをその打ち方でそっちに飛ばして、その飛距離はないでしょう、どう考えても。やべえな、これが広島ですか、強いっすね。堂林さん、確かにこの成績なら8番だな、うん、やっぱ恋のプリンスですからね。さあ細見さん、お、遠藤さん、うわー、この人めっちゃ打てないイメージある。巨人キラーだよね。投げました、ヒットまだ1本しか出てないんだよ、こっち。さあ青山だ、もう2打席連続では使ってこなかったか。あー、やっぱちょっとプロ相手はまだ厳しい。さあ若様、さあちょっと青山さんにさ、プロの手本というものを。はい、オーブの若林さんのね、背中で語るね、これがプロやっていうね、青山さんに語りかけるんですよ、背中で。青山、これがプロだよって感じでね、はっはっは、何言ってんだろう俺。さあ行きましょう、頼む。あー、ここで使うか、一発勝負今使うか迷ったんだよね。まあ次の回ちょっと反戦あたりで使おう。さあ細見さん頑張れ、あんまり防御率減らないから本当いっぱい投げたよね、細見さんね。これ新人王あるから、高卒2年目で 4.20 のピッチャーってありますかね。細見君は新人王あるのかと。さあここでちょっと使いたい、ビッグベースボールでもいいから、ちょっと後々残しとこう。じゃあもう先頭で使うわ、もう1点取ったら多分この投手戦だったらね、勝てる気がする。あっさりと消えたわ。
あっさりと終わった。あーこれなんか延長戦いくか負けるかどっちかだろうな多分なんかそんな気がしてきた。そういう時ながらちょっと期待してるからハンセン。あ終わった、外角構えられた。知ってた。さあジェット風船が飛びます。あの2階席見るとね、あの人がいないところでもジェット風船が舞ってるんですよね心霊現象みたいになってる。さあ聖夜さんですね、怖っ。あいいね、最初から後ろに構えてたわけだ。先輩たちが盛り立てる、いいね。さあいけ、真っ向勝負だ。まあ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 仕方ない、投げ切っていいよ、うん、ちょっと7回は投げさせます。今回はちょっともうここから5点ぐらい取られるとかでもない限り細身に俺は投げさせる。すごいな、キャッチャーで21本はやべえな。大城さんもな、キャッチャー守った瞬間急に成績下がるあれがなければこれぐらい打つんだけど。 OK と思ったら守備ひどい守備 F の1、2塁とさ守備 E のライトだからかわいそう。これ直樹さんだったら取ってたよ多分頑張れ細見、応援してる、いけーー視聴者の皆さん、守備って大事だね、守備って大事だ。山尾山これも勉強、細見が全て背負うから。おーしょっけ、ほらほらほらね、これほら先輩が手本を見したから。おー中崎さんいいね、現実だと結構満身創痍って感じだったけどゲーム内だとまだまだ。なんで流し打ちで外角内内角構えるかな松原さん頼む、マジ一発勝負最終回に取っとくしかないのかこれ。さあ代打、お疲れ細見さん。7回2失点でさ、高卒2年目の人が7回2失点でさ負け投手ってさ、どんな罰ゲームよ。打ってあげて、インコースのボール右、堂林ボールを掴んだ、堂林そのままベースを踏んで3アウト。はい、さあね、堀池行くか、頑張れ堀池。ここでね傷口を広げないということも大事。ここでねあのホームラン食らっちゃったりしたらダメ。軽い球持ちだったけど絶好調だからいける。堀池敗戦処理の大切さというのを分かっているだろう、頑張れ。せめてビハインドエース狙える。本当最初戸郷さん2世だと思ってたけど、最近はねあの宮国さんとか、あのお皆さんもう若林さんがもうね躍動してますよ大城さん行け、あーやっぱ肩は小林さんだな、これは仕方ない、これは仕方ないわ。もうさあ堀池頑張れ、ここで1点取られるか取られないか全然変わってくる。なんか後ろのあの紫髪の女の子かわいいね、そして眼鏡かけてる人めっちゃ怖い顔で応援してるわ。三振ナイス、敬遠でもいいんだけどね、ボール勝負やばい。松原さん OK です、いいね、いやー素晴らしい。さあ最終回頑張りましょう。フランスはか、ビッグベースボール一発勝負、坂本さんまで取っておく、頼む、ランナー出してくれ坂本さんまで。ああ坂本まで取っておくから頼む、若様。ちょっと今日躍動してるね、若様躍動ってタイトルでいけるよサムネ若様躍動。フランスだと若林っていうと、あれですね、牽制を思い出すね。さあ頼む、またそれか。さあみんな岡本さんに力を、歴史を、いや頼む、はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました。負けました、キャップを呼ばずもうね、今日の試合の感想は、坂本さんが全部正面に行ってしまったことが敗因だと、ね、坂本さんはめっちゃ打ったんだけどね、全部それが野手の正面に行ってしまった、本当、運が悪かったとしか言いようがない、かつてのマツダスタジアムを思い出しますね、はい、そして守備の大事さを痛感しました、あのセカンドね、多分青山さんじゃなくて、吉川直樹さんなら、多分点取られてなかった。まあ1年目だからね、ご卒1年目。はい、そして細見さんごめん、以上ということで終わりにします。チャンネル登録高評価してない方がいたらぜひともしてってください。そしてツイッターのリンク概要欄に貼ってあります。ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です。さようなら。じゃあね。